まずちょっと一番言いたいこと言っていいですか。なんと私、サックス奏者の孫幸亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、まあ、こちらね、もうおなじみになってきましたけれども、ヤマハの銀座店さんにお邪魔しております。いつもありがとうございます。今日はね、マッピを、まあ、選ぼうかなと思ってね、最近ちょっとやってますけども、うわ、やばい。今日はね、ご依頼があった、やばい、ご依頼があったですね、アルトのコンセプトをですね、選ぼうと思ってきました。ここに17本あるらしいんでね、ちょっとどんどん滑っちゃいますけど、これを、まあ、じっくり試していくのと、あと実はですね、ちょっと皆さんにお話ししたいことがありまして、動画を回しておりますというわけで、剪定の様子もね、お見せするんですけれども、ちょっと僕のね、アナウンスもありますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では行ってみましょう。まずちょっと一番言いたいこと言っていいですか。まあね、皆さんからしたらね、だから何っていうことだと思うんですけど、なんと私、ダダリオのアーティストとしてホームページに載せてもらうことになりました。イエイ。ありがとうございます。私、リードをね、いろいろ使っておりますけれども、常々動画で言っております。こちらダダリオのレゼルブ、これがもう本当に最高ですよと言ってますね。クラシックでね、今のアルト用ですけれどもね、こちらね、はい、テナーサックスもレゼルブ、そしてここにはないんですけど、ソプラノサックスもレゼルブ使ってますし、そしてクラリネットも、はい、レゼルブを使っております。で、勝手に YouTube でいろいろ言ってたわけです。これが最高ですと言いまくってたら、なんとですね、ダダリオさんの方からですね、ご連絡いただいて、アーティスト登録どうですかみたいな感じで、いいんですかっつってね、もう2つ返事で OK させてもらいました。というわけで、ちょっとホームページ見ません 見ましょうよ、一緒に。これね、ダダリオリードって調べてもらうと、これダダリオがね、ホームページに行くんですよ。ダダリオウッドウィンズのホームページですね。これ、多分ダダリオっていろいろ弦とかね、ギターの弦とかもいろいろ売ってるみたいで、で、その中でもこのリードの中でね、ホームページがあるんですけれども、新着情報ね、ダダリオ使用アーティスト公開と書いてありますね。こちらもうほんとそうそうたる方がお名前を連ねております。クラリネットからね、こうバーッといってね、もう本当に ねえ、皆さんご存知ですよね。サックスなんてもう本当にもう素晴らしい方がたくさんいて、そしてここに 私入ってるね。ほら、いいんすかこれ。馬場さんの下に孫いわきいいんですか って本当に思っちゃいますけどね。しかもこの写真、これリハのね、写真いい感じに撮っていただいて、松尾さんっていうフォトグラファーの方に撮っていただいたんですけど、大変素晴らしい方なんでね、っていうことなんですよ。ここに乗っちゃってるんですよ。すごくないですかこれ。このそうそうたる方の下に孫いわきっていうことでね、もう本当にありがとうございます。皆さんのおかげでございます。なんでね、まあ、僕はなんかフィールドとしては、いろいろね、クラシックもジャズもちょっとやらせてもらってて、で、まあ、こう YouTube も撮らせてもらってて、まあ、ある程度、宣伝効果もあるっていうね、とこだと思うんですけど なんでね、しっかり役割を果たしていこうと思うんでね、まあ、なんかそのダダリオに関してはね、別にもう契約したから進めるとかじゃなくて、もうナチュラルに普通に好きで全部使ってるから、そこは本当嘘ないかなっていうとこなんで、信用していただいて、まあ、やっぱリードっていうとね、バンドレの方も多いと思うんですよね。もちろんバンドレの良さももちろんあるんですけど、まあ、僕としてはやっぱりダダリオはなんか安定感が半端ないんで、それこそアルトのね、この 3プラス使ってますけど、これに170に JLV 使ってるんですけど、マジで10枚中8枚ぐらい使ってますもんね。ほんでそっから絞ってって、結局6枚ぐらい全然使えるんですよ。で、替え時がいまいち分かんないんですよね。ぶっちゃけ老けちゃうから。まあ、さすがにちょっと倍音減ってきたなって思ったら、なんとなく次開けるみたいな感じでやってます。テナーに関してはね、5枚入ってますけど、まあ、2枚は 100% 使えるっていう感じですね。3枚いけたらラッキーって感じですけど、だからまあそこで割合で言うと、まあちょっとアルトの方が、まあ、僕はアルト慣れてるっていうのもあるんですけどね、かなりありがたいなと思ってます。で、クラリネットに関しても、これもかなり僕的にはありがたいなっていうところで、僕 BD4 っていうマッピ使ってるんですけど、それに合わせるので言うと、でも6枚ぐらい使えちゃってますからね、実際。なんで非常に
ね、安定感があるリードでございます。ジャズセレクトジャズが正式名称かな。僕基本的にジャズはあのジャバの緑を使ってて、それをまあおすすめしてたんですけど、まあ、ちょっとセレクトジャズもね使ってみようかなと思って、一応こんな感じで持ってて、まだちょっと吹いてないですけど、まあ、この辺のレビューもねしっかりやっていきたいなと思います。まあ、進める以上はね、あのいいものじゃないとねちょっとそこは言えないかなと思うので、まあ、ダダリオアーティストっていうことでね登録させてもらったんでね、頑張って宣伝していこうかなっていう、まあ、頑張ってっていうか、まあ、いいと思ったものを発信していこうかなと思うんでね、ホームページ皆さんよかったら見に行ってください。クビにならないうちにじゃスクショでも撮っておいてください。というわけでマッピを選んでいこうと思います。最近本当にあのマウスピースの選定のご依頼たくさんの方にいただいてありがとうございます。あのもう本当に何でも選べるんですけど、まあ、あの遠方の方が多いですね。もうあの地元の楽器店じゃマッピーがないとか、あっても1本とか、そういう方が多くて、まあ、それだったら孫岩木に頼もうっていう方が多いんじゃないかなと思ってるんで、そういった場合は一応あのセッティングを伺ってます。リード何使ってますか、リガチャ何使ってますか、マッピ何、今までは何使ってましたか、でどういう音を出したいですかとかね、うん、なんかそれで悩み、こういう音を出したいみたいなのを聞いた上で、まあ僕がなるべくそれに近いようなセッティング、まあレゼルブにはなるんですけど、ちょっと固めっぽい方だったらリード固めのやつで選んで、ほんでまあクリアにしたいんだったらクリアになるように、で太い音を出したければ、まあ、下の倍音が多いようなものをなるべく選ぶようにはしてるんですけれども、まあまあつべこべ言わずねやっていこうと思います。ではやっていきましょう。使用楽器はねおなじみヤマハの 875EX の G でございます。そしてまずはざーっと吹いていきます。リードはレゼルブの3プラスでございます。コンセプトは最近本当に評判いいっすよね。もう選んでると自分が欲しくてしょうがないんですけど、でも一番いいやつはやっぱり、ね、ご依頼いただいた方に差し上げたいなと思うんでね、結局自分の買えないっていうジレンマ。では参ります。大体1本目が基準になるので、これに対してこれ以降がどうやってくるかなっていうのを調べていきます。なんか全部吹きやすいんですよね結構それはそれでかなり悩ましいんですよね。何をもってクビにするかみたいなとこが非常に難しくて、毎回ほんと精神の戦いって感じなんですよね選定は。これ前2本に比べると比較的反応が良くてクリアで音が立つような感じがしたので残します。前2本も別に悪くないんですけどね、コンセプトって音が丸いくなるマッピなんで、やっぱちょっとクリアに出やすいものを選ぼうとはしてます。微妙な差でございます。これはちょっとシャバシャバするんで、これはなさそうですね。もうファーストはとにかく早くやるここで悩んじゃうとね長くなるんで、まずは予選はねちょっと厳しめにパッと判断しちゃいます。いいマッピがあるとついねあのたくさん吹いちゃうんですけど後が詰まってくるんでね、ちょっとグッと気持ちを抑えて後でまたね会おうってことで一回置きますです。順調に来ております。
残します。本数選んでくるとだんだんねちょっと鈍くなってくるっていうか、より許容してっちゃうんですけどね、ちょっと妥協すると後で後悔があるんでと言いつつも甘くなってしまいます。甘いかな、甘いかも。今んとこ5本も残ってしまっています。あ、これはいいかな。ちょっとボフってしたんですいません、さよなら。あ、こういうのもあります。あまりにも苦しいやつはさすがに、まあリードね、あの 軽くっていうか柔らかくすればいいとは思うんですけれども、今回のご依頼の方のリードとはちょっと到底合わなそうなやつは弾きます。めちゃくちゃ吹きやすいやつがラストにいました。あ、よかった、ちゃんと吹いて。はい、ということで、予選終了しました、ね。8本います。あんま減ってないじゃんっていうとこでございます。では決勝戦、準決勝かな、準決勝はちょっとシビアめに見ます。ざっと吹くのもあるんですけど、それも吹きつつスタッカートとかその辺もちょっとチェックしていきましょう。4本残りました。よし、半分消えた。で、今回一応ご依頼いただいてる方が、基本的にあのご依頼いただいた順で先着順で送らせていただいてるんですけれども、コンセプトなんですけど、もう一方コンセプトの方がいらっしゃるんで、まあいいのが2つあれば最初の方と次の方にも送ろうかなと思ってたんで、ちょっとそれで選んでいきます。で、片方の方は青箱の3番で、もう一方は青箱の3番っていうことなんで、まあ、より狭い方をまあその3番の方にお送りしたらちょうどいいかなっていう風な感じで思ってます。ただ1本しかなかったら、っていうかまあ僕の中でこれはおすすめできるなっていうのを満たさない場合は、ちょっと2本は無理に選ぶことは今回はしません、ね、妥協してちょっとお送りするわけにはいかないんで、そこはちょっと自信を持って送り出せるものを選びます。決勝戦スタート。しかなければ別にこれ買うっていうレベルでいいです。やっぱ決勝に残ってる猛者たちはみんな吹きやすいですね。悩んじゃうんだよな、ね、もう結構な時間吹いております。マップ1本選ぶのに1時間以上かかったりすることは全然ありますね。はこっちかな、こっちの方がよりクリアな感じがしております。3プラスのちょっと固めで選んでるんで、これでバサついちゃうとなると、ちょっと青箱の3半とかはちょっときついかなっていう気もするんで、最初の子はちょっとアウトな感じですね。これ勝ち残りですね。で、3半が多分ちょうど良さそうな感じがするので、この子はとりあえず決定です。で、ちょっと硬いリード向けって感じですね。狭すぎるような感じがしてまいりました。ってことは2個目の子が結構良かったんですね。
柔らかいリードに変えてノイズが消えれば、これは3番をお使いの方にお送りしたいと思います。ちょっと悩むな。このリードだったらなんかさ、最後のやつでもいける気がしてきちゃった。なんかちょっと詰まる感じがするんすよね。なんか E が流れる方にしといて、もうちょい軽め柔らかいリード使ってもらった方がなんかいい気がしてきてしまいました。息が入らないマッピーって結構きついんで、これです。決まった。ということは、あの付箋貼んないとね、分かんなくなっちゃうから、はい、お寿司の付箋買ったんですよこれ。なんでっていうね。やっぱマグロとイクラすかね、赤好きだから。でなんとね、これほんと偶然なんですけど、先にご依頼いただいてた方は今月お誕生日らしくて、おめでとうございます。で、あの2つ目に2番目にご依頼いただいてた方は、なんとご家族のお誕生日プレゼントにマウスピースをね選んでほしいってご依頼をいただいて、奥様に送るらしくて、あの奥様のセッティングもね、ちょっとこそっと見ていただいたんですけど、まあ、私でいいんでしょうかっていうのはねあるんですけれども、思いを込めて選びましたので、最後じゃこの曲で終わりたいと思います。誕生日おめでとうございますね。プレゼントに最適マウスピースね。リガちゃんもね、楽器もね、何でもプレゼントになりますから、私でよろしければお手伝いさせていただこうと思いますので、あの概要欄にねメールフォームありますから、マッピー選んでほしいよって方がいたら、よかったら連絡ください。あのお送りすることもできますし、対面でもちろんねお渡しすることもできますし、あのお誕生日プレゼントっていうか、お誕生日お祝いしてほしいという方もね、あのバンドを連れてお誕生日お祝い行きますからね、よかったら。そんなのやってんのっていうね、面白くないですか。なんかちょっとね、動画なんかね撮らせてくれたりしたらなおよしですよね。ちょっとなんかサプライズとかちょっとやってみたいんですよね。なんか彼女さんとかね、奥様とか、まあ、逆でもいいです、旦那様彼氏さんでもいいんですけど、なんかお誕生日っつって、あのレストラン行ってね、サプライズでちょっと我々がね、ちょっと演奏なんかしたりしたりしてね、したら面白いかもねみたいな。それをね YouTube とかね出してよかったりしたら、めちゃくちゃねいいコンテンツになるかもしれないですね。とか言ってみたりしてますけれどもね、いつになったらねお家で動画を撮るんだっていうところですよね。本当にね全然片付いておりませんので、こうして動画を撮っておりますが、早く片付けてお家での撮影をなんとかしたいと思います。そして、Twitter の方にもねちょっと書いてたりするんですけど、あの関西の方に、まあ、兵庫なんですけど、あの8月の頭にちょっと行きます。あのなので、あのもしなんかそこでご予定合う方、レッスンとかね、あの選定とかもしかしたらできるかもしれませんので、メールでも Twitter でも結構ですので、もしご興味あればお問い合わせください。そしてジャズの方はね、なかなか去年はねライブいっぱいやったんですけど、年内やりたいなと思ってます。クリスマスかな、クリスマス好きなんで、クリスマスライブかその前に1回ぐらいはね、ちょっとソロライブもしたいなと思っておりますので、もしよかったらそちらもどうぞよろしくお願いします。ということで、ダダリオアーティストの孫いわきがとか言ってね、言ってたらクビになっちゃうかな、すいません。もうふざけないんでね、まあ、あの今後もねいろんなものをレビューしていきたいなと思いますので、ぜひ、この動画良かったなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。おめでとうございます。